Just do it。 うちなだクラブ、春はあけぼの食べ物チキチキです。よっ、いや始まりましたね。しりとりをするんやけど、うん、あの食べ物限定で、食べ物限定、はい、そうそう、で、うん、その食べ物をしりとりわーってしてた時に、その自分が言ったやつをここの紙に書いていく、うんうんうん、で、これを後からいい、まあ、制限時間10分あるんですけど、10分間の間にしりとりしまくって出たものを書いて、うん、それをこう投票箱みたいなところに入れて、うん、1人1回引く、はいはい、で当たったやつを、うん、開いてしりとりの順番に食べ進めていく、食べ進めていく、あ、一応期間があるんやけど、うん、1週間の間にそれをどこまで食べきれるか、うん、ああ、なるほどね、個人戦というか誰が一番進めていくかと、うん、そうそう、そのしりとりの与えられた食をどこまで食べ進めれるか、うん、だから出す食品のこのテクさもいるし、うん、そうだね、いかに効率よく食べれるかっていうのもこのゲームの醍醐味でございます、うんうん、それはなんか商品名とか文章にしてもいいってことだよね。そうね。うん。あの店名のなんとかとか、うん。クレオバさんのシチューでもいいし。うん。そういうことだよね。そうそう、うん。クレオバさんが作ったシチューじゃなくてダメやから。最近クレオバさん見んけどね。久しぶりに聞いたワードやったから。クレオバさんは探しに行かん。クレオバさんはスーパーとかで探しに行かん。うん。もう春も差し掛かろうというのに。シチューの話するという。クレオバさん本体に、ね、クレオバさんめっちゃ掘ってくるやん。例題でめちゃめちゃ掘ってくる。やりましょうか。やろう。やりましょう。終わったところで、うん。こういこうか。こうね。うん、はい。わてが一番。開始。はい。ほうれん草のおひたし。し？うん。そて。しいたけ。かきすごい。て。て。うん。ケーキ。きー。きー。きー。きなこ。こ、粉で。こう。じゃ、うわ、むず。バイカーたちが食べそうな、バーガー。ガリ。注目度ナンバーワンの金沢スイーツ。いいの出たみたいな。昨日食べたカレーライス。すー。シチュエーションすごい。立派な大根。はい。あれ、うま。あ、そう。立派なじゃがいも。冷凍の餃子。そう、そういうことさ。日本一のたい焼き。まあまあ、歌えばいいから。歌えばいいから。釣りたてのたい。ちょうど。終了。よっ、終わった。まあ、多分みんな、14出とるけど、まあおのおの多分簡単難しいが多いんだ、きっと微妙の引きたくないじゃあでは、あの簡易的ではありますか、はい、いやーこれな、こちらにおのおのの投票用紙を入れてくださいまあこのゲームこっからやから、そうだ、これ大事、そうっすね、これを誰が引いてどうこなすかによりきりやから、はい、では最初に引きたい人、はい、いいよ、どうぞどうぞ、お、一緒に引こうか、あ、いいよ、オッケー、うん、いいよはい、取ったせーので引いてね、取ったせーの、うん、はい、まあ中身はじゃあ後で確認して、あ、うん、で俺、はい、じゃあ残り物に分けてください、俺じゃない、やだ、俺やね、じゃあ違う人っぽい。私から。はい。開封で。はい。開封します。じゃあ、順番にこうの。あ、オッケー。やった順に開封しようか。はい。ケーキ、キンキの煮付けのチキンチャックから始まってる。渡るだ。ああ、渡るね。じゃあ、俺は、渡るのこのリストを、順番に、クリアしていくっていう感じ。うん。なるほど。になります。かわいきさんです。じゃあ、私、行かせていただきます。あ、これは、おぉ、なるほど。これ多分、達郎のやつですね。あ、本当ですか、きなこ。
きなこケーキ屋のシュークリーム。じゃあ、達郎が書いたやつを金木が履行していくか。履行していくという。うん、はい。自分は秀美方。え秀美方金木か。そうやね。そうやね。うん。あ、これは金木屋だ。俺だ。最初、椎茸から始まってる。ああ、じゃあ、バトルは金木が書いたやつを、うん、じゃあ、うん、じゃあ俺は秀美のやつや。お、そうね。今日、撮影日が日曜日なんですけど、うん、明日月曜日なんで、月曜日の9時、月曜日の夜中の12時から、うん日曜日の夜中の12時までに、うん、これをいかにこなせれるか、うん。要は今日のもうてっぺんから始まるってことだよね。そうね。そうね。そうね。なるほど。はい。はい。おのおの、ちょっと今日は、宿題的な、ね、そう、何をか食べるか考えてもらって、明日から食べてください。じゃあ頑張りましょうか。はい。やりましょう。それでは、実践開始です。それどっから来てんのそれ急にやめてその忍者みたいな一週間終わりましたねお疲れ様でした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 まあ結果はおのずと分かっとるであろうから、うん、なんかそれぞれあのヘビーな一週間を過ごしたということで僕はもう、ね、もう超余裕やなあ、まさかいやそれはめちゃめちゃいいね見とけじゃあ見ていきますかいや見ましょうかそれはじゃあ、こっちから順番に。あ、わかりました。じゃあ、お願いします。はい。はい。ほうれん草のおひたしを食べたいと思いまーす。はい、いただきまーす。小麦粉を食べたいと思いまーす。じゃあ、いただきまーす。焼きたてのね、焼き芋っていうことだったんでね。はい。皮を剥きました。あっつ。湯葉を作って食べようと思います。食べていきまーす。バイカーたちが食べそうなバーガーということで、小松市のボブハウスに来ました。めちゃくちゃうまい。マッシュポテトいただきまーす。注目度ナンバーワンスイーツということで金沢文鳥を買いましたかわいいねいただきますすりたての山芋を食べますうまプルプルのスイーツですプルプルです石川県特産のレンコン食べますくず餅です。作りました。在庫品限りの商品で、たら買ってきました。これ火通して作ります。うん、うまい。ぐつぐつ煮込んだスープです。飲みます。おいしい。はい、最後です。野の市に本店があるサンニコラの黒缶サブレを買ってきました。乾燥しましたね。すごいね。ありがとうございます。いや、ちょっとそれは、驚きだ。まあでも、スムーズにいっちゃったんでしょ。うん。おぉ、痛い。余裕って言ったとしたね。いや、すげえわ。すごい。もう見とけ。これ大変やね。乾燥するの。乾燥大変やね。すごい。え、ちゃんと一週間、丸々使った感じ、うん、月曜からやって。素敵だ。素敵だ。素敵だわ。素敵です。月曜からやるべきだね。やっぱね。うんまあまあまあ、まあまあまあ。それはまだ、ありますか、ね、じゃあ、ヒレミの、はい。見ましょうか。餅巾着の材料は油揚げと餅だと思いますので酢の揚げとなぜかスーパーに売ったあんころ餅餅巾着
レトルトシチューを買いました。えいって言われた。マックのホットアップルパイ。ゲソになります。ごめん、何時だ？やっちゃってんな、これ。敗因は何だったんでしょう。近畿の到着に1週間かかるってところです。あ、やっぱり1週間待ったんや。あ、そんなに？土曜日に届いたから。うん、あ、これやばいね。きっつ。めちゃめちゃストップしとったんや。そうそう。で、その間5日間ずっとケーキが待機してた。あ、近畿2個目ってのきつかったんや、きついね。そうね。え、じゃあ、ほぼほぼ週末にダバッとこう。そうね。あ、なるほど。そう、卓球、そう、タイプで。なるほど。ありがとうございます。サラシチューもあのまま食うわ。そうそう。びっくりしたわ。いかにクイックリーに。まあ、あの、面白かった、単純に。動画が。ひでみらしかった。うん。ひでみらしさ見れてよかった。じゃあ、次、カレンキちゃん。あ、はい。お願いします。きなこ。内灘にあるケーキ屋リッチモントさんにやってきました。ケーキ屋のシュークリーム。クリームシチュー。レンジでチン。お皿に盛り付けます。無調整豆乳を400ミリフライパンに入れます。膜が出てきたらすくい上げます。お皿に盛り付けます。湯葉。いりごま。外で食べたいサンドイッチ。昨日食べたカレーライス。内灘町にあるクレープ屋ジュゲゾーさんにやってきました。部活帰りに食べたクレープ。内灘の伊香台近くにある道の駅でランチを食べたいと思います。ランチ。もずく。冷凍の餃子。内灘クラブ御用達のジョイフルにやってきました。君と食べたいモーニング。寿司特産のもの。きっと美味しい弁当。感想です。ちゃんと、これもちゃんとしっかりやっとるね。そう、作り込まれた映像、うん。土曜日からやってますから。土日で。で、今日昼に感想してるから。反省がすごい。ずるいなぁ。ずるいなぁ。これで、渡るが感想してたら、とんでもなくなる。あ、とんでもねえ先輩。確かに好きなことあるよ。まあ、じゃあ。まあまあまあ。うん。まあまあまあ。まあまあまあ。まあまあまあ。みんな感想とか言い分かりませんか。分からんから。一個もやってないかもしれない。ほんとそうそうね。謝罪動画になるかもしれません。でした。それはそれで見たいな。ということで、最後の、はい、渡るのを見ましょうか。しりとり、石なめ、しいたけです。
うま。二品目、ココアクッキー。しりとり三品目、桃。今の時期ないんで、桃缶にしました。しっかり桃しとるわ。四品目、馬刺し。で、もう一気にいきます。ガリ、鶏の唐揚げ、つみれ汁。はい。はい、こんな感じで。一気に4品食べます。臭みはない、ガリで、次が鶏の唐揚げ、つみれ汁にしました。はい、つみれです。うまいね。しりとり8品目、餅。9品目、しりとり9品目、疲れた後のビール。仕事終わり。はい、乾杯。うん、ドン。はい、海苔。うん、チョコ、みんな大好き。うん。12品目、ご飯ですよ。いただきます。うん、うまい、安定。13品目、プリンアラモード。ラスト、釣りたてのタイか。海に来ました。いやー、いいですね。海。果たして、釣れるでしょうか。やってみます。はい、30分ぐらい粘ったんですけど、なんか、釣れる気配ないんで、タイは諦めようかな。どうしよう。リベンジやな。場所変えてリベンジします。ラスト。釣れたてのタイ。釣ってきましたよ。って言いたいとこなんですけど、あれから粘って釣れませんでした。すいません。釣れなかったんで、とりあえずもう朝一で売ってた鯛なんで、とりあえず釣れたてでしょう、ということで買ってきました。はい。とりあえず三枚おろし。はい、完成です。超うまそう。うま。全部コンプリートしました。釣りたてのタイムでコンプリートしました。素晴らしい。素晴らしい、マジで。釣りに行きました。あ、そうね。うん。うん。釣りに行ったけど、もう何も気配もなかった。ごめん、一人なんか黙ってる人いるんやけど。あれ？そうだね。どうしたの？どうやって謝ろうか。どうやって謝ったらいいかな。とりあえず言い訳は聞きますけど。まあそう、言い訳は全然でも受け付けますんで。はい。言い訳？うん。世の中の物流が悪い。だいぶ大きい問題になったね。いや、そうそうね。そう言ったらちょっと失礼、うん。まあ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 。ちょっと悔しいな。それじゃあ第2弾。うん。第2弾。リベンジ。勘弁してください。ありがとうございました。ありがとうございました。